疑似人格停止、魔力の収集率規定値を突破。何が？ミニアだ！どうも、カツラミミです。オルガマリーアニムスフィアよ。グラブルの古戦場でガツボヌスを骨まで砕いたゴリラの前に現れたのはまた地獄だった。ルーンファクトリーエオンスペシャルやってます。ルーンファクシリーズもフェイトエクストラとの類似点が多いわよね。マーベラスが発売元のゲームシリーズを通して完成度が高まってきたのに、2010年代にスタジオが解散。エクストラとエクストラ CCC はリメイクすべきだと思うの。さて、遅れてしまった事件簿3話なのだけど、老害クトバルブシって話ですよね。地下に潜っていたおじいさんがお縄につくという。マリスビリーお父様は人望あるわよ。ボーダイムとかダストンとかに。オルガマちゃんにはリオグダコちゃんやリオアサシンちゃんがいますしね。フラット君といえばストレンジフェイクの主要キャラですが、人の命は地球より重いが魔術師離れしてる何かっぽいんですよね。そんなフラットがバーサーカーの切り裂きジャックと一緒に幼女の椿ちゃんを助けに行くシーンは、いい意味でエルメロイ教室らしいと思うわ。それでは次回もまたお会いしましょう。